8月1日ですね。で今日で、これ完成させて、行こうかなと思います。てなわけで、そうですね、まあ、雨が吹き込まないように最低限のことはしていこうと思います。まずですね、まあ、この汚いけどこのモーニングで、雨が極力ね吹き込まないようにだけ、していきたいと思います。であとは最悪、あ、最悪じゃないか、最低、まあ一応番線張ってモーニングで、まあ、とりあえずまあ雨が吹き込むんですけど、まあ資材置き場を作り、じゃあこのブルーシートを資材の上に敷くと、であとはあそこ、ここにねある番線を上に引っ張って、まあ、カーテン作りましょうということですね。であとは物干し竿まで、ぶら下げて、そんで、終わりにしようと、まあ、資材置き場を完成ということにします。ではでは行ってみましょう。はい、ですね、この動画でウッドデッキができたという回になります。さすがにこのウッドデッキは今ですね、かなり重宝してます。っていうのも資材置き場としてかなりの機能性発揮してるっていう感じですかね。もうこの家、建物が60坪なんですけど、これが意外と狭いんですよ。でそれでまあなかなかですね、資材が溜まったり端材が溜まってきてしまうと、これまたきついんですよね。もう物が溢れて、もう溢れんばかりになってきて、ようやく片付けを始める。それで片付けて、もう一回再開っていう感じですね。なので、どうしても作業が、どっかかんかで、もう一日か、一昼夜ぐらい、まあ一日と半日ぐらいかな。それぐらい、中断しちゃうんですね。端材の整理とか、いろいろ工具の移動とかで。なので、それを、ここに、まあ、道具とか、端材を集めることによって、その、掃除にかける時間というのがなくなるっていうのが一番でかいですね、これ。そしてですね、ここに、カーテン、今、オーニングでつけてるんですけど、このオーニングのカーテンもなかなかでかいんですね。どうしても雨が吹き込んでしまうと、このウッドデッキの足場ですね、板の隙間、どうしても足落ちてくじいたりするんですよ。まあ、俺は結構くじったりしたので、まあ、合板が張ってあるんですね。で、その合板にもやっぱり雨が落ちて、それが乾いたり、それを繰り返すとですね、まあ、なかなか反ってきて、まあ、ダメにもなってきちゃうので、でその合板を保護するためにも、まあ、このオーニングのカーテンを、今番線つけて取り付けましたね。でこれっていうのはなかなかでかいですよ。まあなかなかでかい、なかなかでかいってなんかね、語彙力がなくてダメだなって自分は思うんですけど、でもまあそれぐらいね、嬉しいんですよね、自分でやってるから。まあここに今は物干し竿をぶら下げていて、それでまあ洗濯物が干せるようになったり、まあ、自分の資材とか、まあ、作業に関する何やら中に置いておいて邪魔なもの、一時的にこうポンと置いておきたいもの、そういうようなものをここにですね、ぶん投げておいて保管できるっていうのはなかなかでかいですね。まあ、今回の物件、もう4年目ですけれども、60坪の縦長の物件っていうのは、まあ、平屋としていいんですけど、間取り的にどうなのかなっていう、まあ、なかなかないい経験が積めた、そんな物件になってますね。でもまあ4年も、ね、出稼ぎ行ってお金貯めては、この家のための DIY で散財をして、それを4年繰り返したんですけれども、まあ、やっぱり感慨とか愛着っていうのは湧きますよね。もうそれで結構正直疲れてはきてるんですよ、僕自身は。自分自身でなんかこうやる気にならねえな、みたいな。DIY 燃え尽き症候群みたいな。そういうのはもう出ちゃってるんで、自分の中で。まあ、それもそれでいかんなっていう感じですね。それでまあ、
DIY の度合いがですね、ちょっと激しい物件だったんですよね。まあ振り返れば断熱材が東北の物件のくせして1枚もない、そして隙間風ビュービューでほぼ外気温とイコールであるっていう、なんかあんまり家としての機能がない家だったので、まあそれをどうにか修復して、まあシェアハウスとかもやりたいなっていうのは自分でもあったので、早く始めたいっていう一心で、突貫工事を素人で始めたんですけれども、だいたいですね、約14か13ヶ月ぐらいですよね。まあだいたい5月くらい、まあ4月の中旬ぐらいまでスキー場でバイトして、で10月末まで、それで帰ってきて10月末までは働かないでこれをやるっていうところにもう全部合わせたんですよ、生活を。なので、まあその生活も実はあれ今年でいきなり終わっちゃうんですよね。まあかといって俺が就職してね、定時出勤、定時退社で働きたいわけじゃないので、まああと40のおっさんだからこういう生活が板についちゃったんだから、まあこのままダラダラ行くんだろうなっていう感じですけれども、まあ感慨深いですね。まあ何を語ってるんだという話ですね。まあウッドデッキには話を戻しますけど、やっぱウッドデッキは欲しかったわけですよね。まあこれを作ってる回の動画も、まあだいぶ前の話かな。多分3年前になるんですけどね。まあ本来、1軒の家に4年かけるっていうのはありえない話ですよね。まあそっから始めたから、かかっちゃったっていうだけの話なんですよね。今、まあ、この4年間でなかなかですね、まあ、学ぶものとか体験経験っていうのはめちゃくちゃにありましたよね。ちょっとやそっとのことじゃ業者を使わないようになりましたもん。そうですね、まあ最近で言えば電工2種自分で取ったんですけど、空き家 DIY とかをやりたい人は電工2種は絶対あった方がいいですね。なんでかっていうと、実はあの取り下げた動画があるんですよ。その時は電工2種をまだ取得する前だったんですね。で、あの時は自分がまあこんなのプラスマイナス間違ってなきゃ大丈夫だろうっていうのでやろうとしてたんですけど、偶然あのツイッターで知り合った人が電工2種を持ってて、いやでもそれダメっすよっつって、あの電気工事士法、電気工事法、電気なんとか事業法、あともう一個ね、確かテストで出る法律があるんですけど、そういうのがあって、あの資格なしでそれやったらダメですよ、これ下手したらあの死にますよ、感電死して死んじゃいますよとか、電気火災を起こして本当になくなっちゃいますよとか、そういうことを教えてくれたんですよ。なのでそういう人との出会いもあり、そういう人との出会いがあったからこそ、その電気工事士を取るっていう一念発起することができたんですよね。でようやく今年この動画を撮ってる時点ではもう電気配線は終わってます。まああとは素人なりのフルマラソンを、なんだろう、破れかぶれで完走した感じですけど、やっぱ快適にはなりましたよね。なんかね、使いたくないですよ事業者って。なんでかって言ったら、その専門的なね知識はあるんだけれども、あなたの専門性でこっちのやりたいとかできないことを実現してくれるっていう業者はほぼっていうか、まあまずいないですね、僕が話した中、呼んだ業者の中では。なのでまああっちとしてもやっぱり仕事さばきたいのはしょうがないですよね。だからまあ あっちのできることをパッケージ化された内容の中でまあやってくれよっていうのは本音だっていうのはもうひしひしと伝わってきたんですよね。まあむしろそれしかないだろうなみたいな人型でした。でまあ電工2種を取ったきっかけとしては、確かね、洋変をしてもらった時にあれね、一回バキってね踏み抜きそうになってるんですよね。でそこの電気事業者の人がですね、最初はまあそんないいよ、なんだろう、天井そんな切らなくて大丈夫ですとか、いや最初はじゃあいいよ、じゃあ切らないんだったらこっちも助かるからっつって、俺も作業やってたんですけど、でもなんかね、いやちょっとやっぱ切らしてくださいとかね、最初やらなくてもいいよって言ってけたことをね、コロ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 変えてくるんですよね。まあ、そういう人嫌いなんですよ。最初の見積もりが甘いんですよね。で、あとはまあこっちはね、自分のこの家を DIY をして、天井の裏にずっといたり、床下、匍匐前進でずっといたりね、
そういうことをしているにもかかわらず、まあ、なんか分かったようなことを言われるのが一番腹。はい、今ね、治りました。治ったっちゃ治ったんで、あとはね、このカーテンのフックのところ潰して、あの風が吹いてもね、外れないようにすればいいかなという感じです。で、あとね、カーテンのこのオーニングの裾が意外とね、ここら辺まであると思いきやね、ないんだよね。だからまあ下に石があるから、まあ大体それの重しかな、まあ空引くなのかな、か余ってるから、それで足りなさ、あと糸かな、余ってるからそれで代用します。はい、こんな感じでいいかな。で、あとはですね、このままこんな感じで、傾いたな。てなわけで、まあ、とりあえずはモノファクシーザオが下がったんで、これで糸して、で、あとはですね、資材を移動していきます。ですね、まあ、今回の動画でようやく、ウッドデッキが完成をしてます。まあ、完成まであのちゃんと動画で映せなかったんですけれども、まあ、とにかく4年間やってきたこの DIY っていうのはもう終わらせないとダメなんですね。まあ、僕の気持ちもなんかもう切れてきてるし、もう DIY 打つじゃないけれども、そんな感じでやっぱり本来実現したかった形っていうものを早く実現してみるべきなんですよ、どんな結果であれ。なので、まあ、急ぎました。で、4年間は約1年4ヶ月か、やっぱり働かない期間を作って、その期間で、まあ、仕上げていくっていうことがあったからこそ、まあ、1年4ヶ月でできたから、そんな感じですね。まあ、まだ2024は、休業状態なので、来年2025からぼちぼち、なんか細々始めていきます。そんな感じです。ではでは。